皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ、第278回、よろしくお願いします。はい。今回は、明治安田生命 J1 リーグ第27節、名古屋グランパス対 FC 東京の一戦の感想について話していきたいと思います。試合は、11月15日、19時、トヨタスタジアムで行われました。 で、スターティングイレブンなんですが、ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンダー右からオジソク選手、中谷選手、丸山選手、吉田選手、ボランチは稲垣選手、米本選手、右に前田選手、左にマテウス選手、中央に阿部選手、シャベール選手が入ると、まあ、4、4、2に近い形なんでしょうかね。で、前田選手は久々のスタメンと、相馬選手がベンチに控える形になりました。まあ、前田選手、久々のスタメン。 でですし、しし得点に期待したた。いいなというとうころでしたで試合の振り返りなんですが前半,前半は入りからかなりお互い、まあ、緊張感のあるというかね、しっかりプレッシャーボールフォルダー,ルダーに。 しっかりプレッシャーをかけるというところで、まあ、お互いなかなか自由にできないというところでただグランパス、シャビエル選手、阿部選手が、まあ、しっかりプレスをかけるときもそうですけれどもビルドアップのときにはどちらかが降りてとていうところで、ね、これが割とスムーズにできていたんじゃないのかなとで今日は、ね、あのいわゆるセンターフォワードタイプ選手のがいないのでグランパスかなり、まあ、地上戦というかねあのいう攻撃になっていくのかなという入りでした。 で、前半16分に決定的なシーンが1つ目来ましたね。前から奪って前田選手に決定的なシーンが来たんですけれども、シュートを決めきれずというところですね。で、前半23分、インスイタイム。で、前半の入りとしては非常に良かったですね。前の2人がプレスでも効いてますし、ビルドアップの時も流動的にっていうところで、あ,のあとシャビエル選手がやっぱり。 うまい、あのー。どうやって言えばいいですけれどかわからないですけど細かい足の元の技術というかね、相手をかわしたりするとか非常にうまいなというところですね。で、あと前田選手、やっぱり右サイドいいプレーしてますね。あのー、なので今日かなり調子良さそうなので得点に期待したいなというところでした。で、飲水タイム開けて前半31分カウンターからマテウス選手こぼれ球に稲垣選手と立て続けにシュートを打つんですが。 相手のゴールキーパーディフェンダーに阻まれると非常にこれも惜しいチャンスでしたでその後もグランパスペース、まあ、ボールを保持する時間が必ずしも長いというわけではないんですけどしっかりといい距離感で相手に前からプレッシャーをかけることができてグランパスペースだったと思いますで前半のアディショナルタイムには吉田選手が、ね、ゴール前フリーでシュートを打つんですが枠を捉えきれずとこれも大きなチャンスでしたね で前半0、対0で終了と、まあ、前半内容だけ見ると非常に良かったと思いますただ、3つぐらい大きなチャンスがあったのでうーんどうこれかは決めておきたかったで、まあ、前半良かった要因としては当然かなりプレー強度、運動量かなりきつく高く入っていたと思うので まあ、うーん得点できなかったことが後半に響かなければいいかなっていうところもあるような前半だったと思います。で、やっぱりこのままずっと同じメンバーで後半も45分このペースで試合を続けるっていうのはおそらく難しいと思うのでどこかでやっぱり先に得点を奪いたい、あのーでまあ、相馬選手だったら石田選手入ってくると思うので。まあうーん そういった交代選手にも期待ですし、まあ、今、この4人の前のセットっていうのは非常にいいあの連携をしていると思うので1点欲しいなというところですねあとはおじそく選手、今日右サイドバックに入ってますが非常に効いてますねあの相手の左サイドあのしっかり封じてくれていて頼もしいです後半にも期待したいなというところでした。 で、後半なんですが、後半開始時点で選手交代はなしと、で、後半も頭から前半同様、しっかりとプレス、コンパクトに保ちながらプレスをかけていると、で、いい展開なので、まあ、なんとかね、早い時間に先制点を奪いたいなと、まあ、これだけ、なんていうんでしょう、あのー、いい戦いはしながらもチャンス潰していると、どうしても相手に、あのー、流れがいってしまう、まあ FC 東京は当然、狙ってると思うので。 なんとかね、いい時間帯の時に得点を奪いたいと思って見ていました。で、後半23分あたりでしたかね、相手選手にペナルティーエリアないからシュートを打たれて、ランゲラック選手、好セーブと、なかなか今日、まあ、ランゲラック選手、あの、セービングの機会、 が多くない中でねこういったピンチはきっちり弾いてくれるとまあさすがだなっていうところでしたでまあこの辺りから徐々に FC 東京もね前にあの出てくるというかねまあーんまあ、インスタイム挟んでなんですけれどもロングボールも織り交ぜながらというところですね、あのー、FC 東京やっぱり前線のタレントが強力なのでシンプルに攻めれる1人2人で攻めきれてしまうというところが非常に怖い。 こういったシンプルな攻撃がグランパスから言うと逆に怖いかなと手数かけてくれた方がいいのにっていうところでしたね。で後半35分前田選手にイエローカードが出ます。前田選手の突破からまあ、転んでまあシミュレーションを取らシミュレーション取られたんですがまあ、足がかかってるまあ当たって てはいいると思いますしただこれが PK かどうかっていうのは分からないですしここは主審の方の判断だと思うんですけどやっぱ前田選手自分から転ぶようなプレーっていうのはほとんど見たことがほとんどというか見たことがないと思いますしそういうプレーヤーじゃないと思うんですやっぱ抜き切ってシュート打ちたいっていう選手だと思いますし主審欺いてっていうような選手ではないと思うのでここでシミュレーションの判定っていうのは非常に 悔ししかったと思いますし私も見ていて悔しいなと、まあ、PK じゃないっていうのはしょうがないですけれども、シミュレーションって言われてしまうと、ちょっと前田選手が欺いたっていうことになってしまうので、それはちょっと、うん、残念だなと、悔しいなと思って見ていました。で後半41 阿部選手、アウト相馬選手イン阿部、まあ、選手、今日はやっぱ守備の部分でね、かなり運動量豊富にあの貢献してくれていたので、攻撃の部分はあの少しあの足元つかないところもあったっていうところあるんですけど、やっぱり阿部選手の守備も非常に効いていたと思います。で、代わりに入る相馬選手もこの時間帯なのでね、相手も疲れてるでしょうし、あの得意のスピードということを存分に生かしてねあの、得点に絡む活躍を期待したいなと思っていました。 で、まあ、徐々にこのままスコアレスかなというような雰囲気が漂う中、後半45分プラス4分、5分あたり、マテウス選手のシュートが相手選手の腕に当たって、ペナルティーキックの判定ということですね、まあ、体よりあの大きく腕が上がっていたので、まあ、これは PK 取られると思います。 で、この PK なんですけれどもね、キッカーはマテウス選手ということで、もう本当もうずっと祈っていて、ちょっと緊張で画面も見られないっていうような状況でしたが、マテウス選手落ち着いてサイドネットに流し込んで決めると。まあ本当によく決めてくれましたね。あのー、グランパスこれで先制点ということですね。残り時間が1分2分あたりですが、あのー、最後はしっかりとボールキープしながら時間を使って試合終了と。 後半は1対0、トータルスコア1対0でグランパスが勝利ということになりました。いやもう最後は本当に手に汗握ると言いますか、もう PK 獲得してからは本当に心拍数上がってましたけれども、よく決めましたし、よく最後もしっかりと試合を終え てくれた？本当によく勝ってくれたと思います。ナイスゲームでしたね。あの今日前半からしっかりとプレースが機能していって、あの終始グランパスペースの試合だったと思います。ただ、そのいい時間帯に得点が特に前半ですね。あの、ビッグチャンス3回ぐらいあったんですけれども、そこが奪えずと。まあ fc 東京にしっかりと守り切られてしまったというところで。まあ徐々にね。fc 東京のペースになって。 行きそうまあ,あの FC 東京ベンチにもねタレントかなりいるので徐々に FC 東京のペースになっていきそうかなっていうなんとなく嫌な気持ちは正直あったんですがそれでもグランパス最後までしっかりと守備が、まあ、徐々にグランパスもねきつくなっていって前半ほどのっていうことではないですけれどもやっぱり前線から誰もサボることなくコンパクトに保って守備をして中盤で奪ったり最後の最後のところでも。 相手のボール引っ掛けたり体を張ったりというところで、あの、やっぱり守備があの効いていたと思います。あの、緩むことは最後までなかったと思います。しっかりと相手の攻撃封じていましたし、それがまあ最後の得点というか完封勝ちに繋がったんだと思います。で、 花崎選手が大きな怪我をして、であと山崎選手も出られないという中で、センターフォワードタイプの選手を欠く中での試合だったんですが、しっかりとね、あの今日のメンバー、攻撃陣4人並べるあの形に合ったねサッカーを短い期間で準備してきて、それがあの形となって現れた試合だったのかなと思います。でやっぱ 中央にね、シャビエル選手と阿部選手を並べるという形だったと思うんですけれども、あの非常に今日の試合で言うと機能していたのかなというふうに見えました。で特にシャビエル選手ですね、本当に良かった。あの中央にあの入れるタイプというかね、得意なんでしょうね。足元の技術が抜群ですね。あの 狭いところ、相手2人来てても、ちょっと足先でボール触って、少し浮かしてかわすとかね、あのあたりが本当にうまいですね。あそこで1枚2枚剥がしてもらえると大きくチャンスになりますし、ボール持てるというところで、グランパスかなり後ろを助けるということになってたと思うので、今日本当にシャビエル選手非常に良かったと。 思いますで、もう一人、中央に入った阿部選手、やっぱり少しボールが足元につかない、パスのフィーリングが合わないっていうことはあったんですが、守備の時ですね、阿部選手、守備の時のプレスのかけ方、タイミングだったり方向性がよくて、相手の攻撃をしっかり限定してくれていて、 そこから後ろの守備を非常に助けていたと思います。この辺りはそのなんて言うんてううでしょう安倍選手、多分コンディション万全ではないと思うんですけれども、経験だったり、その嗅覚というかね、この辺は抜群のセンスかなというふうなところを見せつけてくれました。で、マテウス選手、今日最後、PK 決めてくれましたし、それにつながる突破からのシュートっていうのもありましたし、マテウス選手はなんていうんでしょう、もう飛び道具みたいな感じですね。カウンターの時なんかもう一人で ドカンと行きますし、サイドの守備も非常に効いていて、あとはまあセットプレーのキッカーとしても常に相手の脅威になっていたでしょうし、本当に1人で相手の脅威になるっていうのは、本当に大きな存在感だと思います。で、あと、日はまはシャビエル選手も非常に良かったんですけど、前田選手ですね、今日は本当に前田選手が良かったと思います、右サイドで生き生きとプレーする姿というのがね、久々に見られて、あの良かったかなと。 あの、90分ね、あの、落ちることなくプレイしていましたし、ちょっとコンディション、 どうなんだろうと思ってましたけれども最後までしっかりと走りきってましたし、あのー、これからもねこういったプレー見せてほしいなというふうに思いましたサイドでねあのワンタッチで相手の逆を取って後ろから来たボールをちょんと、あのー、フリックして自分で逆を取るみたいな得意なプレーも何回か見えていましたしね惜しいシュートも放ってましたまあ、得点入れば最高だったんですけれどもあとは守備の意識も今日は非常に高かったと思いますまあ 今日の試合ににけるっっててていいいいうととところがしししかりと出てたと思まます非常にいいプレーをしていましたで、そのようにやっぱり今日4人前線に、あのー、並べて、まあ、高さこそない、まあ似たような背丈って言ってしまったらそれまでなんですけれども、やっぱり4人それぞれ特徴の違う選手だと思うので、今日は、今日のこの並びは4人の良さがそれぞれ発揮できる形で相乗効果になって、まあ、攻守にいいあのサッカーができていたと。 思います山崎選手が戻ってくるまではこの形が基本になるのかなと、まあ、場合によっては、ね、山崎選手戻ってきてもこの形が良ければ山崎選手がベンチスタートということも大いにあるんじゃないのかなというような試合だったと思います。 で、まあ、内容も非常に良かった中で、まあ、1つだけ気になる、まあ、あえて言うとするならばということですけれどもゴールキックですよね前線フィードするときにどうしても前に高さがないのでマイボールにならない簡単に相手に、まあ、競りせられてしまって相手ボールになってしまったり、まあ、そのままサイドに流れてしまう。まあ 高さがない分、サイドを狙うっていうのはセオリーだと思うので、まあそこはまあ、しょうがないんですかね。あの、フィードするときはもうセカンドボール狙いというふうに割り切ってやるということなんでしょうかね。まあゴールキック蹴らずに後ろからショートパスで繋いでいくっていうのもあると思うんですけれども、毎回毎回そういうわけにはいかないでしょうし、相手も前から来ると思うので、まあフィードのときは、うん、まあ、しょうがないんですかね。あの、それ以外のところで非常に、あの、 いい形を発揮していたのでまあちょっとまあそのぐらいですかね気になったところはであの今日は本当に内容的には非常にいい試合をしていて、まあ、最後奪得点を奪えず取ろうかなとも思ったんですが、まあ、最後の最後に得点を奪うことが出て、まあ、内容だけではなく結果も出すことができたということで本当に最高の試合だったと思います。 はい、で今日勝てたことは非常に大きいと思います勝ち点3ですね勝ち点1か3かこの2つの差っていうのは非常に大きいと思いますグランパス順位だけ見ると上位争いまあ上位争いしてるのは間違いないんですがやっぱりあの争うチームライバルチームと比べると消化試合数がグランパスは1試合2試合多いということになっていますなので見た目以上にグランパスとしては まあ余裕がないというか厳しい状況にある2位3位を目指していく上ではなかなか厳しい状況にあるということには変わりがありませんなのでもう一戦一戦目の前の試合勝ち点3を重ねていくしかないと、まあ、ある種、他力のところもあるので、ね、グランパスが落とすわけにはいかないというところがあると思うのでこの勝利は本当に大きいということですねしかも FC 東京相手にようやく勝つことが できたと、まあ、ただ FC 東京に勝つにはここまで厳しい戦いをしなければいけないのかっていうのもあるんですけれどもただやっぱり一つここで FC 東京に勝てたというのはやっぱりこれで苦手意識っていうのもぐっと薄くなる、まあ、苦手意識が選手にあったかどうかはわからないですけどどうしてもやっぱ勝ててないっていうのはどこかに意識はあったと思いますここで一つ勝てたということはねまあまあ,あのやることやれば勝てるんだっていうことで次の試合からも望めると思うのでね まただ FC 東京強くてやりにくい相手だなっていうことは変わらないのでね、次節以降もしっかりと、あのー、集中してね、あのー、やっていってほしいなというふうに思います。で、次戦が11月21日土曜日ですね、ホームで湘南ベルマールということになります。で、ここからはもう1週間に1試合のペースになります。あのミッドウィークの試合はないということになって、 来るのでやっぱり何て言うんでしょう今日のようなサッカーをするのであればかなり前線の選手も消耗するでしょうし運動量多いサッカーなので日程的に余裕が出てくるというのは非常にプラス、まあ、相手もそうなんですがとはいえやっぱりねあのグランパスがいいサッカーをできるということにはなっていくと思うのであとはやっぱホームのゲームが多い。 ホームゲームであの戦うことができるのが多いというのもプラスだと思うので、次戦以降もね、一戦一戦しっかりと戦っていって、最終的にどうなるかっていうところまで争ってほしいですね。ともかくそういった意味、最終盤に向けて今日の勝利っていうのは非常に大きいと思います。ナイスゲームでした。 はいそんなところで佐藤のラジオ第278回今回はこのあたりで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします